やっと会えたね。知ってるよ。長い旅を続けてきたんだよね。いいんだよ。無理して思い出さなくても。生きてると、いろんなことがあるよね。楽しいことだけじゃない。辛いことも、悲しいことも、いっぱい。わかるよ。私もそうだったから。だけどね、もう、全部忘れていいんだよ。だって、この島は楽園だから。だから、ここで生きて、そして死んで、そうすれば、辛いことも、悲しいこともないから。おかえりなさい、せつな。来てみろよ。うお、なんだこれ。生きてるのかな。棒でつついてみようぜ。やめようよ、中からウジ虫が出てくるかも。お前怖いのか。だってこれ人間だよね。島の人かな、外の人間かな。それともまさか暴流島から。少なくとも人形には見えないよな。つついてみりゃわかるさ。動かないな。やっぱ死んでんのか。よし、蹴って上向かせてみるか。Thank you.
で、どういうことなの君。もう CD はいいよ。なんであんな格好でうろついてたのかって聞いてるの。そういう問題じゃなくてね。残念だけどこれシングル CD だからね。一回り小さな CD のこと。ちなみに直径は8センチ。知らないよ。それはこっちのセリフ。君、本当に日本人なの？身分証は？出身は？名前は？年齢は？ほら、鏡。私に聞かれても困るよ。それ以前に不審者として連行されてきたんだけどね、君は。じゃあ、この島には何のために来たの？ここ数年、観光客が訪れたことはないね。病院紹介しようか？どこから？ M78 星雲？だから、それもこっちのセリフ。君のこれまでの話を総合するとこうなる。君は記憶